北斗富川 IC ボックスカルバート部逆走事故防止のためトンネル上部の左車線に函館方面右車線に進入禁止と書かれている。北斗富川インターチェンジは北海道北斗市柳沢富川にある函館差し自動車道のインターチェンジである。函館方面のみ利用可能のハーフインターチェンジとなっている。共用前の箇所は富川であった。 建設中の北斗、富川 IC 建設中の北斗、富川 IC 出入り口、函館、エ差サ市自動車道函館もヘジ道路、再評価減案準備書説明資料平成16年度、北海道開発教区、2014年10月13日閲覧、北斗中央、富川 IC 開通、函館エ差サ市道、函館市、道南地域、 ポータルサイト E 函館2014年10月13日、閲覧。函館、エサシ自動車道北斗富川 IC、北斗シュゲルヘンチ IC が開通します。通行無料平成24年3月24日午後3時、開通。国土交通省北海道開発協区。2014年10月13日閲覧。ありがとうございます。